は、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今週は、背中ですね。背中を緩めるセルフケアをご紹介していきたいと思います。それでは早速やり方の説明をしていきます。やり方なんですけど、本当にものすごく単純なんですけども、もう普通に、頭のてっぺんっていうか頭のところに手をペッて乗せてもらって、そこからここからです、ここを乗せたところからそのままくるっと返しましょう。手のひらが今頭の方を向いてた手をくるっと向けます。でそこからそのまま真上です、頭の真上の方向に、あとは揺らしていってください。ゆらゆらゆら、こういう感じですね。頭にこうピタッとまず頭のところを掴んでもらって、そこからくるっと手のひらを返して、そこから真上にあとは揺らすだけです。揺らす揺らすですね。でこうすることによって、背中が揺らされることによって、動いてる部分ですね、ちょっと背中意識してもらうと、首の後ろの僧帽筋だったり、脇の下の広背筋だったり、あと肩甲骨ですね、肩甲骨の内側の菱形筋だったりのが動くと思います。そういうのが動く、揺らされることによって緩んでいく方法になっていきます。ちょっと肩が疲れてるなとか、動きがなんか硬いなっていう場合の時に、こういう形でちょっとふわーっと揺らしていただくとすることによっても、その背中側の動き緩みが出てくるので、楽になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、リンパケアサークルゆるふわの方では、SNS、Twitter、Instagram、Facebook やっておりますので、よろしければフォローの方お願いします。あとこちらの動画が参考になったと思った方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。最後に、リンパケアサークルゆるふわの方では、佐藤式リンパケアというセルフケアの方法だったり、理論考え方だったりっていうのをご紹介してるんですけれども、もしなんかこういうの聞きたいなとかご質問がありましたら、ぜひコメントを寄せてください。そちらに回答したり、そちらの内容に合わせた動画を作っていこうと思いますので、お気軽にコメントをしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。